総社市のね、だいぶ山の中、山奥の場所にやってきました。結構ね、標高も高い場所ですね。麓から、まあ、20分ぐらい登ってきたところにある、まあ、集落の、神社的な場所にやってきました。この先にあの建物があるのであるらしいんで行ってみます。でその下にもねなんか道があるんですよね。入り口からして結構古そうな感じしたんですけど、結構比較的綺麗な建物。これもなんかいいですね。味のあるあのトイレ、昔からトイレかな。トッポンメニューでもうだいぶね年季が入ってね、あの便器がもう下まで落ちて、下というかちょっとね何センチか落ちて、落ちてるとかなんかへこん、なんか中に入ってるような感じですね。の下にもなんやかんやあの、まあ、ペットボトルあったりとか散乱してますね。なんかありました。昭和56年4月携帯、ああなるほどね、松の木を植えたらしいですね。どの松の木なんだろう。明治35年六社宮っていう、まあ、建物らしいですね。チームなんか道が、なんかね、Google マップで今見てるんですけど、この下にもね、なんか、
工場みたいなのがあります。でも結構ね急なので、ホースがよし、先ほどのあの道となんかつながってるみたいです。今これ走ってる、歩いてる道なんですけど、どうやら、まあこれ上に枯れ草がだいぶね積もってるんですけど、アスファルトが、アスファルトみたいですね、その下は。ことは、まあ昔の道だったのかな。
養豚場みたいな感じの場所ですね。もう使われてない場所ですね。立ち入りができそうないんで、もこんな感じですけど、現在は使われてない感じですね。車ですね。この養鶏場のね、捨てられたあのゴミが昔のやつですね。ファンタの1リットルとコカ・コーラ、スプライトの瓶、まあ、昔ながらのあれですね。あとなんだこれは、なんかどっかで見たことあるようなあのキャラクター、1リットルね、懐かしのやつですね。特にまあ何もないですけど、この山の上に養鶏場、養豚場がありました。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。